こんにちは、元プロサッカー選手の宮原直樹です。今日はイニエスタになっちゃうか。ね、じゃあ今日イニエスタになるということで、イニエスタ、じゃあ君たちさ、イニエスタのプレー、どういうプレーを思い浮かぶ？まあ、僕の考えね、イニエスタ、めちゃくちゃダブルタッチうまいんだけど、じゃあ、前やったダブルタッチ、ね、覚えてる？みんな振り子になるやつ。見てない人はね、見てください、しっかり。ね、振り子になるダブルタッチを練習したんだけど、ボールコントロールの練習。じゃあ、あれがかなりダブルタッチで活かせる要素だから、イニエスタみたいに、ダブルタッチ上手くなるポイントっていうのを教えちゃいましょう。じゃあその今日はイニエスタダブルタッチ行く前のスライドっていうのを説明しようと思うんだけど、ね、じゃあその時にまずダブルタッチのポイント、まあみんなのイメージね聞かせてほしいんだけど、じゃあダブルタッチってさ、相手が来ているどういう状態の時に効果的なのかな、ね、これすごい大事で、やっぱりさ、相手が2メートルも先にいるのにダブルタッチしてもやっぱり相手ついてきちゃうと思うね、別に相手怖くないと思う、ね、じゃあどういう間合いでプレーした方が、どういう間合いで使った方がいいのかっていうのを、これしっかり頭の中に入れてよ、ね、間合い、遠い方近い方って言ったらやっぱり近い方がダブルタッチは抜きやすいんだよね。やっぱ遠い方だと相手こうやってついてきちゃう、ダブルタッチそこまでスピードいらない、ね、だからやっぱり近い方でやる。じゃあ近い方のリスクっていうのをちょっと教えちゃおうかな。リスクね、いい？じゃあ近い時って相手もさ、ボール奪いたいよね。じゃあ足伸ばしてくるでしょ、ね、足伸ばしてくる、このボールに対して、やっぱ今僕ディフェンスね、足伸ばしてくれてボール取りに来ると思うんだけど、じゃあそれをダブルタッチでかわす時に、例えばさっきつま先に当たったらボールどこに行くって言ったの覚えてる？ね、つま先に当たっちゃったらボールってこうやって斜め前に行くっていうのを覚えてる？間合い近い時に斜め前に行っちゃうと、やっぱディフェンダーの足に当たる可能性が多くなるから、ちょっとこれ気をつけて、ね、間合いですごい大事なこと、こういうこと、 OK？ じゃあ当たらない角度ってどこっていうね、まあ今みたいにまたでもいいかもしれないけど、なかなか難しい、可能性的には、ね、じゃあこの足伸ばしきった時にどこのコース空いてるかなっていうと、横なんです。これめちゃくちゃ大事、ここ重要よ、この横ね、めちゃくちゃ重要だから、この横に移動するっていうこと頭入れてください。いい？で、横に行く、なんでかというと、今みたいにやっぱり相手の足が届かないとこね、近くても届かないとこってどこっていうとこは、やっぱその横のとこだから、まあそれを意識してください。 OK？ でスライドで次大事なのが、例えばさ、錦さんとか、まあ相撲の人ね、相撲をやってる人ってさ、やっぱ横幅こんなでかい人いるし、まあアメフトやってる、アメリカンフットボールやってるプレイヤーとかなんかでかいよね。まあそういう人をダブルタッチで抜くときに、じゃあ何が大事か、これもまた超重要、幅なんです。幅ですよ、幅がこれちっちゃいと、その人の体抜けなかったらやっぱ意味ないよね。じゃあ幅を出すためにどうすればいいかっていうのをまたちょっと教えたいと思います。じゃあ今日やるダブルタッチのスライド、これがポイントなんだよ。みんなとりあえず動画を見て何が違うかなって感じで、はい、自分でもびっくり、こんな幅違う。まあこの今のさ、僕がやった動作で、ポイントって分かる人はもう OK、 いい？けど分かんない人のためにやっぱ説明するといい。じゃあなんでこんな幅多いかったなと思うと、やっぱりボール、やっぱり最初やってるのはこの左足触ってないボールの足の方を、次進めたい方に置くんだけどボールは連れてくる。 OK？ こうすると横幅相当アップするよ、相当アップするからね。いい？じゃあこの横に入れていくっていうのは、押し出してくるっていうのは、さっきやったダブルタッチのコントロールね、
あれに似てるんじゃなくて一緒なんです。いいですか。じゃあなんで僕がこういうのやらせてるというと、まあダブルタッチ抜いてほしいからね。まあこういう練習やってるんだけど、まあダブルタッチのスライド横幅出すためにね、こういう練習してください。でさらにバットポイントもちょっと教えてみようかな。いい、まあ蹴っちゃダメ、これバット1、いい、バット2、いいですか。バット2は例えばね、横にこの足を持っていくときに移動したい方向はやっぱ横なんだよ。けどこうやってさ、まあなんか力入っちゃうか分かる、いるんだけど、例えばボールは蹴ってませんけど上に飛んじゃう、斜め上に飛んじゃうって子も幅出ないから、ちょっとこの子も気をつけて。いい？斜め上に飛んでも、斜め上に飛んでもこれだけしか幅出ないから。いい？けど移動するとこ、まあ横ね、真横ね、真横移動するのはしっかりこの足を真横に持ってきて連れてくると全然やっぱ幅違うよね、スピードも。 OK？ っていうのをちょっと注意してみてね。めちゃくちゃこれすごい大事だから、今のね言ったバッドポイント、もちろんグッドポイントっていうのを意識してどんどんやってみよう。こういう練習するときに、例えばさ今みたいにこうやってボールあって斜め前に行ってる人と、しかし横、斜め横にスライドできてる人、どっちの人が試合でより使えるダブルタッチの練習できてるかなっていうとこがすっごい大事ね。どっちだと思う？どっちよ、どうなのね。けどね、まあ見てわかるよ ね、 ね、さっき言った間合い近い時にやる技だからね。じゃあ斜め前行っちゃうとやっぱ取られに行ってるようなもんね。みんなって取られに行ってるような練習する？まあしないよなね。取られに行かれないような練習するよね。じゃあこういう練習する時も、しっかり本当に横、ボールが真横にグッと移動できるようなことを心がけてくださいね。でさらに最初やったダブルタッチと組み合わせて練習するのも、ね、いいし、まあこういう感じね、ダブルタッチをまあ数回します。でボールを置いて、はい、こっちに移動する。まあまた一緒、ダブルタッチしながら褒めてスライドすること、ダブルタッチしながら褒めて移動すること、まあこういう練習してもいいし、もう別に単純にもうずーっと止まる。OK？ で、またここから、はい、スッ、横移動する。はい、ここからまた、横に早く移動する。スライド持っていく。っていう練習も全然いいし、ね。なんだろうな。まあ、やるときに意識してほしいことは、やっぱ斜め前に行かない。まあ、少しでも、ボール触ってない方を、こういうとこに動かしてこうやって連れてくるっていうことをできれば、このダブルタッチのスライド幅は、すごい出てくると思うから、こういうのもどんどん練習してくださいね。前やったようにダブルタッチのコントロール、ダブルタッチのスライド、ガシャン、イニエスタのダブルタッチね、これを習得すれば、まあ小学生年代、中学生年代、まあ高校生年代でもやっぱりダブルタッチいくっていうのはすごい、まあイニエスタもねプロでやってると思うけど、ね、かなり通用すると思うよ、ね、やっぱり。けど取られないためにはどうしようかなっていう練習をやっぱ日々心がけてやることがすごい大事で、やっぱり今のポイントね、いい練習するポイント、なんとか言ってはね、何点か重要なポイントね、それをやっぱり意識してください。例えば本当に横に行く、横だけに、ね、これを意識して練習することでも全然違うし、じゃあボールを蹴らない、ボールは体が先動いてボール連れてくる、ね、よく僕がスクールで言うのは体先ボールアウト、よく言うんだけど、ね、もうその通り体先動いてボールアウト連れてくる、okay？ でそれプラスアルファしっかり真横に行くっていうことを意識すれば、ダブルタッチスライド、これめちゃくちゃ良くなるからね。いい？まずはこの両方をめちゃくちゃ良くして、
はい、最後のイニエスタのダブルタッチまで持っていけるように、しっかりみんながね、練習していきましょう。OK? じゃあ、どうやったらもっとね、やりやすくなるかって分かんない子いたらどんどんコメントにしてください。まあ、その、理解することによって、プレーってすごい良くなることもすごい多いと思う。ね、このダブルタッチだって周りのことさえ分かれば、じゃあ近い時にやった方がいいかなって思うんだよね。じゃあ、やっぱりそういうのもやっぱ意識してやることによって、やっぱ自分のプレーって良くなるから、ね、自分のプレーを良くするためには、じゃあ、一つ一つのことを理解するっていうことがめちゃくちゃ大事だからね。みんなも、今日教えたポイント、バッドポイントは、しっかり注意しながら、バッドポイントしないように、いいプレーを、どんどん毎日練習してください。最後までご視聴ありがとうございます。この動画を気に入ってくれた方、チャンネル登録または高評価の方よろしくお願いします。